がない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、隊長、はい、また不安パトロールから帰ってまいりました、はい、あのですね、出生数90万人割れ、うん、推計より2年早くっていうのがですね、日経新聞に出たらしいんですね、うんうんうん、で、まあ、この90万人、うん、私は1974年生まれなので、うん、まあ、ベビーブーマー、第2次ベビーブームの段階ジュニアと言われるところなんですけども、うんうん、まあ、僕もですね、はい、超氷河期時代を、うん、超氷河期時代の、生き抜いてバブル崩壊、バブル崩壊後を生き抜いてきたわけなんですけども、うん、まあ、それはまだその2015年までは、うん、まあ、100万人、うん、この3桁万人を、うん、維持してたんですね、うん、でもこれがもうまず2016年以降が100万人を下回り、うん、もうわずか3年で90万人割ったよと、うんうん、で、まあ、日経新聞では、うん、その少子化対策ちゃんとやっとんのかっていうところに焦点を当ててたんですけども、うんうん、私がちょっと気になったのはですね、うん、このよく何でしょう、男の人が、うん、そのゲームとか、うん、漫画アニメとか の、うん、その少女とか、うん、女の子のキャラに熱を、うんうん、まあ、アイドルでもいいですよ、うん、に熱を入れて、うん、要はその娯楽とか、うん、思考が増えたから、うん、もうその恋愛めんどくせえとか、うん、で、うん、言ってるっていう声が、うん、まあ聞いたことあります、そういう声、恋愛めんどくさい、めんどくさいとかっていう風に言ってるよっていうのを聞いたことありますよね、うん、まあいろんなタイプはありますよね、ありますよね、うん、で僕はそれに対して、うん、そのそういうでまたね、そういう人たちがなんかインタビューとかで、うん、なんかその彼女作るのめんどくさい、うん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 、って言ったり、あ、ちょっとオタクの人たちになんかちょっとメス、聞きましょうとかね、うんうん、いやもうそういうのめんどくさいからとか、うんうん、って言ってるのを見るとね、うん、問題は、うん、こいつらなんじゃ、あ、しまった、ディズったこの人たちなんじゃないかって僕は思っているんです、うん、いや例えばね、うん、その恋愛めんどくさいっていうのを、うん、そのまあ、女性から見て、うん、その女性の視界に入っている人、うん、男の人、うん、女性のが男性として見ている男の人が面倒くさい、うん、経験した上で面倒くさい、僕はもうアニメでいい、うん、って言ってるならいいです、うん、したんでしょう、彼はいろいろ戦ってきたんでしょう、うん、でもね、なんかそのリングに上がる前に、うん、上がりもせずに面倒くさいって、うん、君たちは言ってないか、うん、って、うん、僕は今憤ってるわけですよ、うん、でそれがこの90万人を割るっていうね、うん、でもちょっと待って、ちょっと待ってではいはい、はい、これは、うん、よく岡田斗司夫さんが言うんですけど、うん、日本は男性と女性が、うん、まあ、ほぼ半々なんです、うんうん、なんでここの男性が立ち上がらないと、うん、ここにいるお姫様たちはね、うん、輝けないんですよ、うん、シンデレラの靴を履けないわけなんですこの人たちは。で僕は思うんです、盾を国民とジークジオンですよこいつらは、あ、ちまった、この人たちはジークジオン大好きなガンダムのね名台詞ですよ、盾よですよ、立ってないんです、うん、っていうことでちょっと、うん、この90万人の問題を僕はここに当ててるんですけどどう思いますか、うん、どう思いますか、今本当に思い浮かんだことを、はい、こう少子化対策をしようと思ったら、はい、一夫多妻制じゃないですかちょっと待ってくださいねイケメンで金持ってる人が子供いっぱい作ったらいい、まあ、確かに遺伝子は9割らしいんです、ね、うんうん、遺伝子は9割、もう遺伝子が9割なんです、ね、うん、あ、まあそうですね、人ってお金持ちの娘は美人だっていうのは、お金持ちが美人を選ぶから美人が生まれるっていう話は聞いたことありますけどねもう身も蓋もないただ僕ね、うん、両親とも
デブなんですよ、うんうん、まあ髪の毛見て分かる通りこんな選んで、まあ、荒れたんですけども、うん、親両方ともデブなんですけど、うん、肥満も 80% が遺伝らしいんですね、うんうん、でも僕は今普通の体型に保ってるんですけど、うん、でもなんか4年、そう、まあ、その話はちょっとそれるけど、はい、その両親が肥満で子供がデブっていうのは生活習慣が遺伝してるっていう、はいはい、だけど例えばその軍隊入りました、うんうん、同じものを食べます、うん、同じ運動します、うん、太るやつは太るんですよ、うん、それはやっぱ遺伝らしいんですね、うん、あでもその辺も関係してるみたいな、あ食べ方とか食べ方とかその幼少期に脂肪っていうのが作られてみたいな、はい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 、でも、うん、スーパー努力すれば保てるんですよ、うん、デブじゃなく、うん、まあ、要はカロリー摂取カロリーと運動量とみたいな計算をしていけば、そうそうそう、はい、絶対痩せられないってことはない、努力は必要ですけど、なんか病気の人とかはいますけど、はい、中には、で僕が思うのは、うん、立てようなんですね、うん、で君たちはそのまたイラッとするのは、うん、その面倒くさいっていうね、うん、これも借り物の言葉なんです僕の中では、うん、よく例えば大成功者キラボシのこと、うん、あの結婚不要論を唱えね、うん、恋愛をコスパにし、うん、あ結婚もコスパにして、うん、その面倒くさいとかって、うん、まあ彼らが言うのは、うん、そうなんでしょう、うん、ロケットを作るのに忙しいんでしょうって思うんですね、うん、でも君らは違うだろうって、アニメに忙しいんですよ、あまあ、僕としてはモチベーションがどこに向いてるのかなっていう、彼女を作りたいっていうのは結局こう性欲が勝ってる、まあまあからそうなってるっていう人のなんか本能的な部分じゃないですか、えでもみんなオスなわけですよね、みんなオス、はい、だけどこう今13人に1人がトランスジェンダーだっていう、まあ、その辺のなんかセンシティブな話題を出されると13人に1人ってちょっと僕すごい衝撃を受けたんですけど、13人って周りにいるじゃないですか、13人ぐらい、まあ、そうですねその中に1人ぐらいいるって話ですよでもまあ、うん、僕はその層に対してはあ、まあ、その層にっていうかまあ、うん、なんていうんだろう、だから意外とそうでない男の人も多いのかなっていう、じゃあそこはちょっと大事にこっちに置いておいて、うん、上野の棚に置いておいて、うん、違う ここで今ゲームやってるやつです、ゲームとかアニメとかに、うん、そのいや本心どうなのって、まあ本心は本心を聞かせてくれと、まあ本心は多分両方拗ねてんじゃないのと、おすねちゃん拗ねてるってか僕どうせダメなんでしょって、うん、思ってるんだとしたら、うん、なんかやり方はあるんじゃないのって思うんですね。こうなんていうかスポーツで例えていいですかね。どうぞ。この持って生まれたアドバンテージがあるじゃないですか。あなるほど、そうですね。はい、こう身長大きいとか体が大きいとか、そうですね、はい、で体が小さくて、はい、こう弱い体質の人が、はい、ラグビーでなると、はい、ものすごい努力がいりますよね。ものすごい努力すればいいじゃん。ものすごい努力をすることを諦めたっていう場合もあるじゃないですか。でもなんかこの、うん、なんていうんだろう、このなんていうんだろう、うん、ヒエラルヒーでいう上の方の人たち、うん、クラスでも、うん、超美人の人たち、うん、と付き合うのは確かに難しいかもしれない、うん、でも、うん、あの上の方でも上の方の人を狙うんだとしたら、うんうん、別になんかそんなに下の方の人を狙うのに努力をするのは面倒くさいかもしれないですよね。ああ、なるほど。なるほど。なので、まあ、分かんないですけどね、その人たちの本心が。でも僕の中でまずみんな努力すれば、うん、なんて言うんだろう、通常で言うと3、うん、にはなれるよって思うんですね。あ、なれるとは僕も思います。努力次第。努力すれば。はい、で、3同士だったら僕全然いいじゃんって思うんですよ。うん、まあそれは思います僕は。はい、でただその努力が面倒くさいんじゃないかなっていう、成功したきゃ努力したらいいよって言っても成功するのが面倒くさいみたいな、ちょっと今成功のニュアンスがちょっと今ブレましたけど、うん、どっちか分かんなかったんですけど、うんうん、あすいません、うんうん、でもなんて言うんだろう、いや僕ごめんなさい、癖で、うん、みんなって思っちゃうんです、僕がみんな
一緒なんだろうって思うので、うんうんうん、僕ゲームやってるんだとしたら、うん、多分僕がゲームやってる時は多分拗ねてるんですよ。あでも選択肢に入れない。僕的にはそこをこうみんな違うって思ってるんですよね。ゲームのためにものすごい時間を費やしてやったりします？寝る間も惜しんでひたすらゲーム彼女を遊ぶのをやめて。あ確かに面白い、うん、あの熱に浮かされてやる時はあるんですけど、うん、それが恋してるのと同じ状態だと思うんですよね。でも僕こればっかは多分続かないでしょって要は思うんですよね。で続いてる人はそこに対するモチベーションがすごいんですよ。いやで僕が、うん、いや僕はもうそこは違うってと思いますけどね。何百万年人類が続いてきたのは、うん、成功があったからです。成功があったある人がいればいいんですよ。だから全人類の中に一夫多妻制ですって。一夫多妻まではいかなくても、はい、全人口 の 80% の人がそうであれば残りの 20% の人はそんなに頑張らなくて も今ここまで減ってきてるっていうことは、うんうん、もう 8対2じゃないんですよね多分。でもアニメオタクが2割もいるかって思ったらそんなに 5% とか1%。アニメじゃないにしても、うん、要はそのなんていうんだろう、うん、恋愛という場から離れた人、うん、だからアニメじゃなくてもいいかもしれない。それはで行くと例えばサーフィンが趣味でみたいな、モテ、でもそれモテそうっていう人も多分いっぱいいると思うんですよね。結婚するとサーフィンやめなきゃいけないからしたくないっていう、多分少子化になったのが諦めた人がいっぱいいるからではないかなっていう。でもそれをサーフィンを出されるとでもなるほどっていう、みんながみんな諦めたことによって人口が減ってるのかっていうとそうじゃないのかなって。例えばお金の面で諦めたとか。今僕はちょっと負けそうなのでじゃあ日本の人口が減ってもいいのかっていう議論にすり替えようとしたんですけど、これやめましょう。これ、はい、僕いい派ですからね。なるほど、そうですよね。またここで噛み合いませんので AI が来ればいいな話になっていくんで。じゃあでも好きにやればいいんじゃないですか、うん、好きにやれば、うん、僕の中では彼らをね、あのと僕の中では救ってあげるべきなのは、はいはい、諦めてる人たちですよ。そう、でも、うん、そこは僕一致ですよ。そこは一致で、はい、ただこの人たちのせいで人口が減ってるかというとちょっと違うかなっていうところですよねあ、なるほど。モテたい、本当はモテたいんだけど、はい、こうモテないって思ってて行動できないみたいな人は、まあなんか救ってあげたい、救ってあげるべき。だとそう、ここに税金投入ってどうですか、うん、まず人口を増やすお金はお金をここに注入するっていうのはどうですか。それはこう童貞学校みたいな。ああそう、童貞学校の人となんかそんなドラマがあった気がしますよねアニメになっちゃうか。でも童貞学校の人とここの何て言うんだろう、うん、あのお姫様学校、うんうん、あの、うん、夢見がちなお姫様学校を作り、うんうん、まずここ何て言うんだろう、みんな男は福山じゃないよって、福山さんやキムタクばっかじゃないよって、うん、基本的には普通の人が多いんだよっていうのを教えてあげるとか、うんうん、あの女性でもあの、うん、排泄物はあるよみたいなことを教えるところが、まあそれ知らない人はいないと思いますけど、ね、なるほど。この多分コンプレックスだと思うんですよ。わかります。僕はもうコンプレックスの塊ですから、うん、暗黒の学生時代をコンプレックスを乗り越えて成功できる、はい、方法があれば、はい、多分みんなこうそこに対する意識はちょっと変わるのかなっていう。で僕が言いたいのは一つ、うん、あの吉田健康健康奉仕のですね、うん、言葉で、うん、偽りても剣を学ばんを剣と言うべしっていうのがあってですね、うんうん、嘘でもいいと、うん、賢い、本当に賢さはなくてもいいけど、うん、賢っぽい、賢い人と同じ動作をする人、うん、これよりも賢いってことだよっていうのがあってですね、うん、だからモテるっぽいことを真似すれば、うん、多分視界には入ると思う、いやゴングには上がれると思うんですよ、うん、どうだから、うん、おすねちゃんにならずに、うん、もういいんですよ。無印とかのマネキンが着てる服を着る、うん、コーディネートは任せて、うん、でいいと思いますよ。イタリアンに行けばいいんですよ、うん、
ちょっとおしゃれな、うん、サイゼリアじゃなくてね、うん、パスタ食えばおしゃれに見えるんです、うん、っていう、うん、僕はこれだけで生きてきたんですけど、うん、まあいいと思いますけどね、っていうところに税金を投入、税金そう税金を何に使うかですよね。まず学校、学校を作って、まあ、意識も変えないと、うん、おすねちゃんから。だからこう二十歳まで童貞だった人は強制的にあ、僕じゃ入るのか、入ってたのかみたいな。そう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 、うん、そういう学校、うん、そう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 、うん、でフラートを教えるんですよ、うん、フラートでしたっけ、フラート、フラートでしたね、なんか恋愛っぽい、恋愛っぽいの駆け引きを楽しむっていう、うん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 、でここで練習したらいいじゃないですか、うん、で、分かった、そうですもん、やっぱり高校の時にやってないんですもん、うん、そういう駆け引きみたいな、駆け引きじゃなくてもいいです、うん、ただ喋るっていう、うんうんうん、でこんなことを言ったら嫌われるみたいな、うん、これだい、あ、もうやっぱ正当しかないですね、隊長正当、うんうん、そうすると僕はもうこの90万人割れっていうのを、うん、とても憂いていてですね、うん、そこを解消しようとすると多分もっと違う AI だと思うんですよね。あ、ここで音楽性の違いがあのと、モテたいんだけどモテないっていう人を何とかしよう。あ、これは、うん、意識、もうここは結構なんか一致してると思うんですよ。そこは、まあ、何とかできるんじゃないっていう、何とかできると思う、はい、っていうのと、結婚して子供を作るっていうのがまた別の問題じゃないですか。貧乏人は子供を産むなってこと問題ですよ。これは根が深い。そうってなると、そこの意識も改革していかなきゃいけない、この動画で、うん、でその人たちは別にモテないからじゃないですよね。貧乏人だと思ってるから子供を作らない。なるほど、うん、いろんな要素が絡み合ってるんですね。いろんな要素が絡み合ってるんで、なので人口減っても大丈夫な世の中を作るのが一番早いんじゃないかなって僕は思うんですよね。ベーシックインカム、ベーシックインカムとか、まあなんか AI ですよ。でも AI ってやるとやっぱりその、うん、まだどっかに仕事を奪われるんじゃねえかって、うんうん、で僕の今の大切な家庭がなくなるんじゃねえかっていう不安が出てくるんですよね、うん、まあでも人が足りないわけですからね。あの、人口が減って困るっていうのは人が足りなくなるから困るわけじゃないですか、労働人口が、まあまあ、そうですね、はいはい、で足りなくなった部分を AI で補っていけばいいって話なんですよ。まあそこの時に、うん、潤えばいいですけどね、うん、あの暮らしていけるぐらい、まあ横ばいですよ横ばいなら全然 OK です。横ばいならで潤そうとすると一瞬こう破壊が必要かなっていう。あ、なんか我々あれですね、なんかその、うん、人口が多い世代だと、うん、あまり破壊には結構なんか立ち会ってますね。破壊にはっていう部分は必要なんで、多少の犠牲はまた犠牲に出てくるかなとは。一瞬職を失うとかね、あ、うん、でどうしようって不安が来た時に AI によってちょっと救われるみたいな。救われるといいとは思うんですけど、うん、なんか今怒声を上げて始めたんですけど、うん、急になんか自分の方向に向いてきたのでシュンってなってきたんですけど、うん、まあそういう AI を作ればいいんですよ。そういう AI、 そう、あの単なる労働力 AI ではなくて世の中を豊かにする AI を作れば、はい、いろいろ解決していくっていう。今はこう労働 AI ばっかりじゃないですか、はいはい、うん、あ、じゃあ駆動 AI とか、駆動 AI、 まあ駆動 AI、 マッチング AI、 マッチング AI、うんうん、コーディネート AI とか、あ、そう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 、だからあなたはこうしたらいいよっていうのをアドバイス、ドラえもんですね。あ、だとなんか Siri に、うん、あのこんなこと出会いたいんだけどどこに行けばいいの、どこに行けばいいの、パパパパってなんか、うん、星4つですとかいろいろ出てきて、うん、まあ出てこない可能性もありますけどね出会う前にこれやりましょうリストが出てくるかもしれないですけどね。あ、なるほど、うん、ジムに行きましょうとか、あ、まあ、でも筋トレも大事ですよ、うん、筋トレも、そう、はい、とかジョギングしましょうとか、服屋さんに行きましょうとか、まあ、1個ずつですよね本当に。そうなので、なんかイケメン風は作れるっていうし、可愛、うん、い女の子も、うん、なんか
作れますよね。可愛いよで、なんかテレビとか見てるとそうみんな可愛く見えるしと思って。あのメイクとかすごいですよね、メイク技術まあメイクもそうだし、まあ、あとはその表情とか、うん、あ、うん、まあ、柳原加奈子さんとかすごい可愛いじゃないですか。でまあ、見た目だけでもないっていう。そうですよね、うん、はい。ってなるとこうコミュニケーションというか相手をどう喜ばせるかみたいな部分じゃないですか。教えることいっぱいですね、この学校で、うん、学校でだから女性はこういうことしたら喜ぶよ、はい、みたいなことを、まあ、相手の気持ちになって考えましょうってところだとは思うんですけど基本は、うん、僕あまり考えれなくて、あのなんか3回告白とかしちゃったりするので、うん、あダメだって言われていやでもまだいけるかもしれない。そう、まあ、でもそこでうまくいくパターンもあるじゃないですか。あんま女性に聞くとあんまないって言いますけどね。でも、まあ、うまくいくパターンも聞きますね。まあ、一人の人にアタックし続けるのは効率悪いかなとは思いますけどね。でも僕の中の持論では、うん、もう満足できる行動をしろなんですね。自分が自分が、まあ、それはこう自分が納得するためにですね。自分が納得するためにですね、うんうん、かっこ悪い、はい、なのでこう相手の心を動かさなければいけない。あ、離れていきましたね、うん、はい。でもまあ僕で行くとあんま口説いたりしないですもん。で見た目が、見た目がとかっていうよりはずっとこう悩み相談とかずっとしてたりとかで信頼を勝ち取るなんだろう、信頼を勝ち取るパターンですよ。僕多分そこでなんか勇み足しちゃいそうです、うん、あ、いけると思うと出るんですね。だからもうひたすらですよ僕、ひたすらこう言い人、あり地獄みたいですね。あり地獄攻めに行かないんですね。攻めに行かないで攻めてるんですけどね。そうですよね、うん、なのでこう、まあ、僕はそのパターンですよね。だから積極的に、あ、ってことは うん、あ、そうなの。やっぱりその、うん、各自勝ちパターンが多分あるんですよね。勝ちパターンが、なのでそこの得意不得意も多分あると思うんですよね。でも、うん、そこにはまず土俵に上がらないと、あ、そうそうそうって思っていて、うん、来いよ、うん、ずっと思ってるんですよ、ね、諦めて、もう本当にアニメが好きですってしょうがないみたいな人は、まあ、そっちでいいかなとは思うけど、もう本当は諦めてるっていう人であれば、はい、諦めなくても大丈夫っていう。そうですよね、うん、というふうに思っておりますが、うん、はい、今見てる人に対しては諦めることないよっていうのが言いたくて、うん、こんな動画を、うん、大きなお世話ですよね、多分。でも、まあ、でも言わずには入れないんですよ、うん、日本を憂いてるんです私は、うん、まあ、日本は変わらないかもしれないけど憂いて今、うん、この動画を今僕の中では勝手に、隊長とはちょっと思いが違うかもしれません。政党を作って、はい、ここに税金投入するって言ったら、はい、すごい炎上しますよそうですかね、これもうだって人口増やすためですよ。でも税金投入ですよ。投入しますよ、うん、みんなに無印 の, あのコーディネートで着飾ってもらって、うん、そんなとこにお金投入してる余裕はあるのかって。いやだったらその箱を作る余裕はあるのかみたいな。お年寄りの薬減らした方がよっぽどいいですよ、そんな、うん、と僕は勝手に思ってます、うん、でそれをこう偉い人から多分こう圧力がどんどん来るんですよ巻かれるからな確かに。でもあのこれからも僕は勝手に戦っていこうと今思ってますので、うんうん、まあやれますよ楽観的、急にあんとふわってきた今急にこの見てる人たちにね、あ、もし諦めてる人がいるんだったら、はいはい、諦める必要はないですよっていう、はい、こんなハゲでも大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫でした、うん、でもやっぱり人と人とのつながりなんで、見た目とかだけではないし、はいはい、うん、いけます。本当そう思ってます、うん、こういるじゃないですか、バランスの悪いカップルもちょっと口が悪いなのでいけます、はいはい、すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。チャンネル登録がどんどん増えております。どんどん増えて、どんどん増えております。そこポチッとしてくれるといただければ、はい、まあ、こっちのモチベーションまた上がって、まあ、コメントもどんどん随時募集して、はいはい、おります。ありがとうございました。ありがとうございました。